滋賀直報から1937年11月28日は、日本の政治運動家、小説家、志賀直哉の叔父、志賀直哉の祖父、志賀直道の兄、志賀直院の娘夫婦の子として生まれる。幼い時に両親が病死したため、直道の養子となる。直哉の4歳上のまたいとこになるが、戸籍上は、叔父となる。小説、和解等に、鎌倉の叔父として、しばしば登場する。直哉の学習院入学と同時に、直報も学習院に編入。中等科6年の時、家に忘れた靴を取りに帰ろうとして、門営を突き飛ばし、退院処分となるが、院長の近衛厚麻呂の配慮で1年後に復学。この恩義から後に厚麻呂の息子、近衛文麿の後見役として尽力する。日露戦争に従軍し、奉天会戦で右目を失明し退役。荒木貞夫陸軍大将と親しく、その他にも、正木甚三郎、小畑敏四郎、柳川平助ら行動派と密接な関係となる。鎌倉の建長寺に参禅し、それが縁で、後藤龍之介と知り合い、親交を深め講演者となる。大正末年から大日本連合青年団の理事となる。1930年のロンドン海軍軍縮会議を日本の危機と考え、貴族院の井上清順、医大涌須両議員、小林純一郎砲兵大佐らと36クラブを結成し、近衛文麿の擁立運動を展開する。後藤龍之介の後援者として、昭和研究会の設立に協力。後、後藤と対立した。1937年、念願の第一次、近衛内閣の成立から5ヶ月後、狭心症の発作を起こし急死した。ありがとうございます。